グモーニングイブニングキングです。大寒波が来てる中、クソ寒い中、撮影を行っております。でもね、そんな寒さをねぶっ飛ばすぐらいめちゃめちゃかっこいい M2 今回紹介しますんで、こちら、はい、以前、紹介しました M2 なんですけども、ここに動画載せておきますね。で、まあいろいろバージョンアップしてるんで、いろいろ見ていきたいなと思いますちょということで、ケンです。マッチョのオーナーさん、今日もあーし、あーいいですね、あーいいですね、俺の二頭筋が喜んでるはい、ということでマッチョ仲間の、はい、ケンさんです。どうもです。はい、前回はね、ありがとうございます。いやで、今回ですね、はい、おっと、なんかめちゃめちゃいかつくなってないっていう感じになってますね。変わった部分をね、はいはい、ある程度の仕様は前回の動画で見てもらって、で今回ちょっと変わった部分を、はい、紹介していきたいなと思います、はい、まずですね、フロントバンパーがなんとコンペ仕様にスワップされてますね。これあれもほんまにめっちゃ高かったですバンパーが高すぎます異常です。バンパーっていくらぐらいしました、はい、バンパーは50近かったです。マジっすか。マジっす。いや、全ペティション買ったよかったコンペのバンパーをスワップしてるんですけど、はいはい、これまあポン付けじゃ無理だっていう。そうですね、中ちょっと加工してもらってですね、はい、白のアンダーのこれつけることによってこの地面との境目が分かるんで、はい、低さがかなり出ますよね。で、インストなんですけど、同じ 3D デザインを入れると面白くないんで、今回はここにグラデーションを入れてもらって、デザインを引き単位にしてますね。このデザインをバンパーに合わせた感じで、ちょっと尖った感じに今回は入ってもらいました。影も入ってて、 3D なんで 3D に浮き出るようなうまいいやいや、これ抜けちゃうからあれちょっとあ、ボケじゃないですか、ボケじゃないガチガチいや、でもこれはすごいですね、本当にマジで。このフロント周りだけで、フロント周りで全部で、これめっちゃ高いか、これが、何言うと、やらしい、あ、やらしい20万兄さんやらしいですか、いやいやいや兄さんやらしい、燃えて、燃えてこいつが、あ、そっか、これもか、 M4 のカーボングリルなんですよ。これがまた、これがまた兄さん分かったって兄さん分かった言いたいですか。これまたええお値段で、やばいっすよ、でもう100万個人込みで100、やば。でもなんでこんなフロントバンパーコンペにしたかったんですか。頭がいいところですねで、まあ、サイドも、ストライプのライン入ってるんですけど、おっとこれはちょっとどうしたんですか。もうこれぶつかってんじゃないですか。いやいや、パンクしたんですよパンクしちゃいましたパンクしちゃいました。もう全然タイヤないじゃないですか。そうなんですよ、これはもう AP さんのこだわりの蔵出しで、 AP ガレージさん、はい、これもう大阪の、まあスタンス系ですかね、どちらかというと足屋さんですね、足回り専門に特化した。いや、もうこれはこの蔵出しはもうやばいです。 AP さんならではの、そう、ギアがもう、これも中もだいぶ加工してもらって、とここね、ここ指も紙しか入らない。あ、あれやりましょうよ、あれ1万円札1万円札じゃあ、キングさんの1万円札。いえいえ、僕1000円札しか見ないのこだわりはフロントフトバキで、うん、M2 の幅がないんですよ、うん、なんていうんですか、フロントのフェンダーの中のクリアランスがなくて、はい、エアバッグがでかいと 8J ぐらいしか入れないんですよ。あー、そうかそうか、 9.5J なんで、なんでエアリフトの、エアリフトの方がエアバッグ細いんですか。そうなんですよ、しかも乗り心地がめちゃくちゃいい。エアレックスの方が太い、そう、ジュンさんのはきっと太い、なるほど、落ち幅が強烈に落ちるんですよ、エアリフトの方が、はい、落ちて乗り心地がいいってなると、もうエアリフトぐらいしか、あの AP さんのニューマテックのエアサスしかここまで落ちないんです。そういう、もちろんまあエアサスなんで、はい、タンクがあるということで、ではタンクを
これはケンさんこだわりのタンク。これは今回こだわりました。これもかっこいいっすね。これは僕が普段飲んでる、うん、白モンスターなんですよ。ド M 界で出てるんで M もかかってるんですよ。M 数の M もかかってるんですよ。なるほど。そうなんでここに2が。でこの2は、うん、この M 数のエンブレムの字体と一緒なんですよ。はいはいはい。このこれと2と一緒の字体なんですよ。で M2 なんで下も M2 モンスターがド M 界でずっとかけて、めっちゃかけてる。かけんのうまいな。マッチョなんで、ね、かけない。そこマッチョ。はい、ということでピンストも AP さんの AP さんの、はい、ピンスト入ってます。オリジナルなんですよ。煙のデザインを AP さんに出して。あ、ディアはディアでこう合わせて、はい、めちゃめちゃこだわってんじゃないですか。そうそう、こだわりいいですね。こだわりが詰まりすぎても、はい、変態の息。ここに陰道のようにエピさんいいぞ。ほんとや、ちょっとタワーバーで見にくい感じでチラリズムなんですけど、ワンポイントっすよね。そう、いやもうマジこれかっこいいな、ほんといつ見ても。ここも買いましたですよね。ですよね。これブラッシュ新作ですね。すぐ買いましたすぐ買いましたね、N55 エンジン積んでんのに、本当は大丈夫この人みたいな。いや、いいエンジンですからね、これも。いや、面白いですよ、めちゃくちゃ。ほんとだ。まあ、後でキングさんにリプレッシュしてもらいます。フロントリップガーンやったらごめんなさい。もう真っ白になりますよ。開けましておめでとうって言われへんわってなりますよ。はい、ということで、いきまっちょー、いきまっちょー。はい、ということで、車内のあったかいところに戻ってきました。いや、寒かったっす。いや、寒いっすね、ほんとに。死ねえな。圧がすごいっすね、ほんとに。今、あれっすよね、増量期っすよね。そうっす。もう、飯食って。飯食って。トレーニングして。しっかりと上げて。来てくださいよ。トレーニング来てくださいよ。そうですね、すいません、年末年始は。ほんまに。ちょっとまたそれね、あの、はい、筋トレ動画。あげましょう。一緒にあげましょう。はい、ぜ、ジョーラで。ジョーラで、ジョーラで、いやまあパンイチでいきましょう。パンイチ、パンイチでいきましょう。パンだね。大丈夫。これっすよね。はい。エアリフトの、はい、このステイなのステイです、ね。コントローラーステイ。はい。これ左汎用しかないんですけど、そうなんです。実はこれ右汎用に加工して、はい、ワンオフっすね。ワンオフっす。ワンオフです。これ走るときどれくらい上げるんですか。ノーマルと変われへんとこから、うん、あとはもうタイヤ面ぐらいまで。はあ。はい。結構余裕は持たせてますね、やっぱり。じゃあ上げましょうか。じゃあ行きましょう。一回、うん、前上げにしてしまって、うん、そこからライドハイと走る走行ですね。まで落とすと高さが安定するらしいです。10ヶ月で一気に作ったんで。いやいや、毎回毎回。あの突貫工事じゃないですけど、そうなんですよ、アネハなんですよ。いや、やってもらってるショップにもないろ、これ。いやいや、ほんまに。うん、どうしても DM はパーツを取り寄せるのに時間かかっちゃいます。せやね、せやね。コロナの影響もあって、ピアサスは半年ぐらい。普通に構想としては出来上がってたが、待ってる期間が長かっただけですよね。そうやね。わかります。全然わかります。やっぱりいろんな
変っすよね、まあ、乗ってて不快じゃないかな。あんまりなんかこう、うん、逆に前の BC の方が不快感というか硬い感じ、うんうんうん、サスペンションがこうしっかりと機能してくれてるっていうようなイメージで。どっちの方が高いんですか、エアリフトのエアリフト大体同じぐらいですか。じゃないですか、値段帯は大体みんな90、80そのへんじゃないですか。どうしよう、あのちょっと来ていい、いいっすよ、筋肉ありすぎっすわ。いやいやいや、ないないない、ないないです。逆今増量期なの、増量中、ほんまに腹減ってきたよ。ほんまに会った時から10キロ増えてるからね、ほんま。ああ、そうですね。この間ジーパンケツ破れるしね。あ、破れちゃいましたね。デッドリフトしたらケツでかなって。デッドリフトどこ重量かな、増量したからケツでかくなった、うん、それとも筋肉の上に脂肪が乗るんですよ、うんうん、だ腹筋もお腹は出てるけどほぼまあ上で割れてるんですよ。なんかカマキリのお腹みたいな。そんな前のメスカマキリ。そう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 、はらんでますね。めっちゃ気持ち悪いでほんま。モーニーブニーン。言えてね。ジュニアです。言えてね。偽物です。完全に偽物じゃないですか。さあ行きますか。さあ行きましょう。キングさんのインプレッションです。のんびり行きましょう。バブリングいいな。
っぽくない？シャコ長っぽい挙動をするんで、うん、全然不快感が走りやすいというか、エアバッグやから揺れるとか、そうそんなもなくて、ねじれがないんで、うん、収まりがすごくいい、乗りやすいなっていう、うん、すごい。ほんまスタビとかいろいろ考えててんけど、うん、これで十分かなって。まあもうちょっとスタビとか入れたら、うんうんうん、こっちのヨレ、うん、ヨレはなくなるんで、より段差とか、これかっこいいな。いや、買っちゃいましょう。え、20万ぐらいでしたっけ。20万、20万もせえへんと思う。10、4、5万ちゃうかな。取り付けも簡単やし。まあ、ゴム付けっすよね。うん。M3 と比べてどうですか。え、いや、僕の M3 なんかよりはるかに乗りやすいっていうか。そうなの。なんか M3 ってなんかこうパワフルな、なんかこうマイルドっすよね、やっぱり普通って。結構、あ、やっぱそうなんや。高速降りてきたんで、もうこの、グダグダインプレッションにしようかなと思います。まあね、そうそうね、お昼なんでちょっとお腹空いてきたんで、動物性のタンパク質を取りに行けますか。行きましょう、行きましょう、行きまっちょ。行きまっちょ。はい。ということで、今回の動画はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録お願いしますね。喜ぶ。
これ超二度キということで、はい、タンパク質を取りに行くので、はい、この辺りでバイバイ。